レベッカ様、お待たせしました。超萌え萌えオムライスでございます。レイさん、どうしましたの？今から私がこのオムライスに魔法をかけちゃいますよ。萌え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 ズッキュン。レイさん、しっかりしてください。もう予告の時間ですよ。あ、すみません、本編がシリアスな終わり方をしたから予告はコミカルに行けとエビに言われまして。そうなんですか。さあ、レベッカ先輩も一緒に3、2、1。萌え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 ズッキュンって何を言わせるんですか。次回、狂犬の魔術師が世界を滑る第12話、世界最強の魔術師である少年はアーカー社を切り開く。最終話の予告がこんな感じでいいのでしょうか。レベッカ先輩、バッチリでした。